ペーター・フリードリヒ・ゲオルク・フォン・オルデンブルクは、オルデンブルク大公ペーター一世とその妻フリー・デリケ、フォン・ビュルテンベルクの間の次男。ロシア皇帝パーベル一世の娘エカテリーナ・パブロブナと結婚し、ロシア帝室に向こう入りする形となった。ロシアでは、ゲオルギー・ペトロビチ・オルデンブルクスキーと呼ばれた。ゲオルクは1809年8月3日、ロシアの先帝パーベル一世の四女で、 皇帝アレクサンドル一世のお気に入りの妹であったエカチェリーナ・パブロブナ大公女と結婚した。この結婚の裏にはフランス皇帝ナポレオン一世がロシアとの同盟を維持する目的と四ぎを設ける目的のためにジョゼフィーヌ皇后と離婚してエカチェリーナを後歳に迎えようとしていた権威があった。エカテリーナを成り上がりのナポレオンに嫁がせることを断固阻止したい皇太后。 マリア・フヨード・ロブナは、自分の老いゲオルクと、娘・エカチェリーナとの結婚を急いで取り決めた。結婚当日、ゲオルクは皇帝の家族のみに許される、ヒズ・インペリアル・ハイネスの継承を与えられ、トベリ、ヤロスラブリ、ノブゴロドの三州の総督に任命された。ゲオルクとエカチェリーナは、政略結婚の夫婦だったものの、夫婦生活は幸福だった。 エカチェリーナは美しく活発な女性で、夫を深く慕った。次男だったゲオルクは、オルデンブルク公国では、わずかな財産しか分与されていなかったため、ゲオルクとエカチェリーナはより交遇されるロシアに住み、トベリで、新婚生活を送った。ゲオルクと息子たちは、ロシア式に負傷を持ち、生もロシア風に、オリデンブルクスキーへと変えた。1811年1月22日、 オルデンブルク公国はナポレオンによって征服された。これはエカチェリーナを自分に与えることを拒んだ、ロシア提出に対するナポレオンによる報復であった。ナポレオンが失墜するとともに、オルデンブルク公国は復活した。ゲオルクは1812年にボルガ地方の総督に新たに任命されたが、その半年後に、チフスのため休止した。 結婚後わずか3年で未亡人となったエカチェリーナは、深く嘆き悲しんだが、4年後の1816年に、ビュルテンベルク王ビルヘルム一世と再婚した。ゲオルク夫妻は二人の息子を設けた。ありがとうございます。